今日言いたいのはね、驚いたね箱根駅伝っていう話なんだけども、いや、あの展開に驚いたわけじゃない。なかなかドラマティックではあったけども、森圭介アナウンサー、日本テレビの42歳、私も知ってますけど、森アナウンサーの実況がもうネット上ですごいことになってる。素晴らしい実況だった。俺も素晴らしい実況だなって素直に思ってる。だけど必要以上にあの実況がうわーっとものすごい勢いで受けまくってるっていうところに、俺は違和感をちょっと感じるんで、それで喋りたいなと思ってるんだけどね。まさに、まあ見た人は知ってると思うけども、往路で創価大学が勝ったと。そして復路はどうだ、かなりのアドバンテージを創価大学は持ってると。でそういう時にいよいよ創価がリードを広げていくかというところの最後の10区に入って、ゴールが目前と言ってもいいような状況に入ったところで、ひたひたとやってきた駒澤大学が追い抜いていく。見事に抜いた、かわされてしまったって。そして2位でゴールした創価大学、ドラマティックではあった。このドラマティックなシーンがあったらこそ実況が入ったっていうことも当然なんだけど、その創価大学が2位で入ったっていう時の森圭介アナウンサーが絶賛されてるわけだ、ね、確かね、初めての往路優勝がありました、初めての総合優勝には届きませんでした、目標は総合3位でありました、目標達成と見れば嬉しい準優勝です、ただ悔しい準優勝となったのか、2位で悔しいと思えるチームになりました、創価大学準優勝、この悔しさを来年へとつなげます。いい実況だよね、本当にいい実況。ただネットですごいのは、まずここでね、いい実況を先に言っておくと、ポイントは最後の方の2位で悔しいと思えるチームになった、ここまで成長したぞ、この悔しさを来年につなげるんだ、ここに力点が置かれてるっていうのは確かに素晴らしい実況なんだよ、ね、だけどこれを素晴らしい実況だということで終わらせるのが一番いいんだよ。ところがネット見ると、素晴らしいまではその通りと俺も同意してたんだけど、しまいには涙が止まらない。森圭介アナウンサーの創価大学の最後の実況で涙腺崩壊、よく言う言葉だけどさ、涙腺崩壊のインフレだ、涙腺崩壊ね、挙句の果てに森圭介アナの実況だけで泣けた。そんなことない、ビジュアル、あの選手たちの奮闘があったればこそですよ。さらにまた本気で言ってないにしても、さらにはまたもう一つ俺が引っかかってしょうがないのはね、あの森圭介アナウンサーが優しくて素晴らしいのは、慈愛に満ちてるのは、やっぱりね、それぞれの選手の立場に立ってその心境を実況してくれたみたいな文言が並んでる。そんなものは当たり前なんです。俺らの頃だって、もっと昔のラジオテレビ早々期、洋乱期からずっとスポーツ実況をやってきたスポーツアナの系譜で保守的な言い方をすれば、みんなそれぞれの立場に立って取材をして、それぞれの立場に立って実況してきてるわけね、だから森圭介アナウンサーの名実況は認めるんだけど、それを必要以上に世間が煽りまくるっていうことが危険でならない、ね、煽り上げあって相手置いて、そんな人間じゃないかもしれないけど、森圭介アナウンサーが調子に乗ったら今後の彼の成長はないじゃん。もっともっと伸びそりがある人をもっと鍛えなきゃいけないんだよ、考えてみたら。それをただただ一時だけ持ち上げておいて、それから今度は持ち上げてピーク来たら今度は沈めんのかいって話になるわけ。俺その持ち上げ方が嫌でしょうがないんだよ。これね、例えば時代が大きく変わったなっていうことも俺は思うわけ。俺がもしね、80年代スポーツ実況ばっかりガーッとやってた頃に戻ったとしたら、俺はこんなシンプルイズベストの森圭介アナウンサーみたいな素直な実況描写は多分してないと思う。創価大学がかわされてしまった、創価大学がようやく2位で今ゴールインしたっていうところで、人生はまさに本音と建前があります。そして世の中には本当に悔しいという思いと喜び、これが入り混じっているものであります。今まさにこの瞬間、安堵と無念のスクランブル交差点だ創価大学とか言いまくりますよ。これは悪い例の実況ですね。今時はバブルの頃じゃないんだから、あらゆることをレトリック、習字形でうわーっと着飾っていく時代じゃない。とってもミニマル、あるいはミニマムの時代になってるから、シンプルイズベストだから、今俺だったらこうやってるね、昔だったらっていうのはいい例ではありません。しかしながらですよ、必要以上に森実況を持ち上げすぎちゃいかんのです。こっから私が感じることはですね、ああまさしく時代が大きくフェーズが大転換したなと。アナログ時代の私はこの世の混沌を言うときに、私だったらこの混沌だからこそ習字系レトリックを使っていろんな言葉で飾り立てようとしてしまうわけですね。よくないけど、
ところがですよ、今はですね、ただシンプルイズベストなんじゃないんです。0か1かのデジタル時代だから、0なの1なのどっちの時代、つまり二元論なの。すぐね、どっちがベビーフェイス、どっちが何悪玉でヒール、え、どっちがいい人、え、そっちがいい人、こっちが悪い人、二元論の中で二者択一、さあどっちかってシンプルイズベストで決めすぎてしまう。ググれば一発で正解が出てきてしまう。そんなもんじゃない。世の中や人生って混沌としまくってるわけですから、何もね、飾り立てる表現がいいとは言いませんが、シンプルだけがいい、このデジタルな時代っていうのは、ちょっと立ち止まって考えなきゃいけないなってことが一点あるわけですよ。もう一つ付け加えたいのはですね、昔のアナウンサーも、ちょっと前の実況アナも、みんなそれぞれの立場に立っていたし、勝った方を喜び、そして称え、負けた方を悔しいとか、ただ単純に二元論で実況してたわけじゃないんですよ。悔しさの中に何かがほの見えるとか、喜びの中にまた違うものが見え隠れしているって、みんなそれぞれ二律背反というか、入り混じっているマーブル状、大理石状の人間の喜びや苦しみをずっと表現してたんですよ。だけど今はどっちっていう時代だから、どっちかに偏って、単純に悔しい、負けた、嬉しい、勝ったっていうふうにやってるもんだから、両方きちっと抑えてくれた森アナウンサーが素晴らしいって必要以上に言い過ぎてるんで、森アナがいいのはいいんだけども、その周りが囃し立てることが異常ですよと。もっと世の中はいろんなもの矛盾に満ち満ちてるよってことを俺は言いたかったの。結論として今言ってて分かったよ。要するにこれ聞いてくれた人、今日言いたかったのは、年寄りジジイの妬みだよ。分かった？